在下坊とは、第二次世界大戦以前の中国において、日経資本によって経営された、宝石業。1894年、免輸出関税の撤廃によって、日本の免貿石品は先行するイギリスの製品と競争しつつ、中国市場に進出していった。1九百二年に、三井物産によって買収された、大社商を母体とする上海宝石が、 在家房の先駆となった。1909年、最初の資本輸出として、内外面株式会社が上海に設立され、1911年には、同地に工場を建設して、日本宝石業の中国進出の契機となった。第一次世界大戦から大戦後にかけて、日本国内における賃金上昇や国際労働機関加盟に伴うシニア業、禁止政策などをきっかけとして、 日本の大手防石業の多くが上海、太郎などの中国都市に進出した。1921年から翌年にかけて日本企業のうち9社が相次いで中国に進出するなど1925年までに計17社が進出した。在下防は欧米系企業とは異なり日本の従来の経営形態を持ち込み現地の住民を 日本国内の半額程度の安い賃金で雇用し、1925年には日本国内の1、4にあたる100万水規模を占めるようになった。中国系民族資本は在家房及びそれと連携した、防災企業、日本商社の資本力、販売網に対抗するのが困難であった。一方で在家房が中国進出をしていることが、 日中間で様々な摩擦を引き起こすことにもつながり、1923年の旅大回復運動をきっかけとして、断続的に続いた日下排斥運動の主要標的となった。1925年には、上海在下防労働者のストライキがきっかけとなり、5.30事件が起こった。この結果、日本が超作林政権を軍事弾圧するに至った。 1931年の満州事変の後、満州国が建国されると防石連合、日本政府、南満州鉄道が共同出資して満州面下協会が発足し、中国三元面の確保に当たった。一方、日中の対立が満州事変、第一次上海事変、日中戦争と展開するにつれて、日下排斥の動きは激化した。 1938年の太貸攻防戦では、在下防地域が戦場となり、太貸の在下防は事実上壊滅した。だが、中国における関税自主権回復、金融強行、世界強行による日本国内市場の崩壊の流れの中で、日本の防石業は中国での低価格での現地生産による中国市場の確保によって、活路を乱す以外にはなかった。 中国本土を占領した日本陸軍の保護を受ける形で在華防の進出が進み、神道尾に代わって天津に新たな拠点が形成され、さらに敵対行為を理由に中国民族資本家から接収した防石工場が在華防の委任経営下に入り、中国防石企業は在華防の支配するところとなった。だが、日本の敗戦により、逆に中国側によって、 在華坊の貿石工場は摂取され、さらに中国革命による中華人民共和国の成立によって国営化されることとなった。ありがとうございます。